皆さんこんにちは、ビールレジェンド小林です。今回はフレンチプレスのやり方4つご紹介していきます。上腕三頭筋を鍛える種目いろいろありますけども、その中でもフレンチプレスが一番大事だというふうに私は思ってます。その理由についてもね、いろんな動画でお話をしてきてるんですけども、三頭筋ですね、3つに分けられて、1つ目はこの外側の外側頭、2つ目がこの内側の長頭、3つ目がこの肘に近いところの内側頭。これで筋肉が3種類に分かれるので、上腕三頭筋というふうに呼ばれてるわけなんですね。三頭筋のこの3つの部位っていうのはそれぞれですね、若干機能が違ってまして、長頭だけはフレンチプレスじゃないと最大限に鍛えることができないんですね。長頭だけは肘が上に上がった状態で肘を曲げ伸ばしする動きをしてあげないと最大限に鍛えることができないので、このフレンチプレスっていうのが非常に大事になってきます。正直ですね、この内側頭とか外側頭っていうのは他の部位のトレーニングでも結構鍛えられるんですね。例えばベンチプレスとかショルダープレスなんかでかなりですね、三頭筋の外側頭っていうのは使われるんですけども、長頭だけはその長頭を鍛えるためのフレンチプレスをやってあげないと最大限に、ね、効率よく筋肥大させることができないので、そのためにもね、このフレンチプレスのバリエーションを増やしてあげて、いろんな刺激を与えてあげるっていうのがすごい大事になってきます。ということで、普段ね、私がやっているフレンチプレスのバリエーションを4つ今回はご紹介していきます。最初はこのイージーバーを使ったフレンチプレスですね。ダンベル使っていただいてもいいんですけども、要は両手でウエイトを持ってやる一番オーソドックスなフレンチプレスになります。立ってやっても座ってやってもいいんですけども、個人的にはよりね、体が安定しやすいこう座ってやるのをよりおすすめしてます。ここは好みの問題もあるので、立ってやるのがねやりやすいって方は立ってやっていただいて問題ないと思います。肘を頭のね真横ぐらいまでしっかり上げたら、脇を締めたまま下ろして上げて下ろして上げてと、上げた時に肘がね前に動かないようにね気をつけてくださいね。しっかり頭の横を保ったまま動かすとという感じです。では次は片手でねやるやり方です。ダンベル使うことが多いですけどね、片手の場合は両手でやるパターンに比べて、肘がね若干自由に動かせるようになるので、肘への負担がちょっと少なくなります。なので両手でフレンチプレスやってると肘が痛いっていう方とか、痛くはないんだけどもちょっとね詰まる感じがあって可動域が狭くなっちゃう、そんな方には片手でやっていただくバリエーションがおすすめだったりします。片手にダンベルを持って肘をしっかり頭の横に持っていきます。で下ろしてあげて下ろして上げて、という感じです。そして3つ目はスミスマシーンを使ったパターンですね。スミスマシーンは軌道が固定されている分、イージーバーですとかダンベルのやり方に比べて高重量を扱いやすい、で肘の位置も固定しやすいのでフォームを固めやすいっていうのは利点ではあるんですけど、もう軌道が固定されているので実は怪我をしやすいです。肘に負担がかかりやすいやり方でもあるんですね。これはフレンチプレスだけではなくていろんな種目全般的に言えることなんですけども、軌道が自由に決められるフリーウェイトに比べて軌道が固定されているスミスマシーンの方が間違えてですね、関節に負担のかかりやすい軌道になってしまった時に、そこから逃げられずにずっと負担の大きい軌道で続けなければいけなくなってしまうので、実はスミスマシーンの方が軌道が決まっていてやりやすそうに見えるんですけども、怪我のリスクは高くなってしまうので、そこの怪我だけね気をつけていただいて、少しでも違和感を感じたらもう途中でウエイトを置いてやめるようにしてください。で、基本的なやり方は一緒ですね。しっかりと脇を締めてしっかり下ろしてあげる、下ろしてあげる、という感じです。最後のやり方なんですけども、ケーブルフレンチプレスですね。私のルーティン動画で何回もね出てきているので見たことのある方もいらっしゃると思うんですけども、ケーブルでやるのが一番ですね、肘への負担が少ないです。で、私も肘が弱くてですね、結構フリーウェイトとかスミスマシーンのフレンチプレスをやるとすぐに肘が痛くなってしまうので、基本的にはこのケーブルでフレンチプレスやるように
してます。フレンチプレスやる場合は上下どっちにつけるパターンでもできるんですけども、重量が上がってきてもスムーズにスタートポジションに持っていけるのは上につけるパターンなので、上につけるパターンでご紹介します。こういう感じでアタッチメントをですねつけます。本当はね1本だけロープが出てるアタッチメントがあれば一番いいんですけども、この2本のロープしかないので、今回はもう仕方なしでですねこの2本のロープ持ってやるように代用してます。上につけたロープ持っていただいて大きくね前傾します。であとは肘を頭の横に固定したまま伸ばして曲げて、という感じでやっていきます。どのやり方でも基本は一緒です。しっかりと肘を頭の真横にキープしたまま脇を締めて肘から先だけを動かすイメージですね。このイメージだけはしっかりと保ったまま、このいろんなねバリエーションを試してやっていただけると、いろんな刺激を三頭筋の長頭ですねに与えることができて効率よく腕を太くしていけますので、ぜひ試してみてください。ということで今回の動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Bレジェンドでは公式 LINE で毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも毎月 Bレジェンドの新商品ですとかお得なキャンペーン開催しておりますので、概要欄のリンクチェックよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。